こんにちは上泉雄一です11月6日月曜日上泉雄一のえなナ今日のパートナー金村石明さんでございますこんにちは,はよ,よろしくお願いします,ます、えー、11月3日、あのー、ラジオ祭りがございまして、ね、え3万6千人を超える方にお越しをいただいたてすごいな3万6千人。三人 3, 3万7 8八百人金村さ,さんにもね3年ぐらい前に一度ねご一緒し長いただいて長い声に来ていただいたんですけれども3万はい すごいな。ね<え> まああの本当に毎年あの来られる人すごいなと思うんですけどももう増えていってるのじゃだん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 奥まで奥まで人が来ていただくようになりましてたくさんの方にご視聴いただいてありがとうございましたでまたゲームしてそうなんですよで今回はあのどの番組が一番のねイベントが楽しかったですかというところであの近藤さん率いるこんちはこんちゃんお昼ですよチームが見事優勝されましてはいなるほどうん僕は福岡行ってましたよねえ日本シリーズ4勝2敗ねはい偶然 突然にも当たってしまって <laughs> でもあれ一歩間違ったら下克上あったないやありましたね,うね工藤監督同級生で試合前行って、ねはいうん、練習、まあ芸術後ろ見てたら顔を引きずっとったもんなやっぱ野球の流れいうのはね、うん、やっぱりちょっとあ緩めたらあかんないうねあれやっぱり、えー、もう勝ちきってしまわなあかんのにやっぱり四つ目あたりぐらいでそうそう四、うん、つ目あたりにね説出したでしょ、はいはい <laughs> あのピッチャーを余裕あって一つぐらい負けてもいいやみたいなでもうめちゃくちゃ打たれ打たたれましだから逆シリーズ男を作らなきゃいけないのに、うん、みんなまんべんなく打たしてしもたから、はい、一気にやっぱりね 89年の近鉄。巨人の3連勝4連敗。これあるなあるなという感じでしたよね。もうね、顔こわばってるし、采配もガチガチやし。おいおいって負けてて6回裏に送りバンデもワンアウトねえな、デスパイにアウトだって、もっと重なるやん。それを内川がね、もうほんま、俺なんかね、日曜日これホテル取るかギリギリまでネットで。 で、三連勝した時は、もうね、六戦目はないよも、はい、もホテルキャンセルして。して<ャ>あ、一回したんですか一回してんで、また撮ったら高なっとるかなっそ,そうですよ。えがいせよ、ほんて。<laughs> そそほ飛行機またキャンセルしてるのまた撮って、で土、日曜日またこれ、あの、横浜買ったもう一泊せなかった。いもう一泊ですよ。だから、ホテルもうギリギリまで待ってたら、11時やって終わった。そう,ですそうです、そうです。あかんわ。ほんで、大阪のホテルも予約してるし。うん、もう、こうなんかもう、わけわからんよなって。<laughs> キャンセルして、こ取らなあかんとか思ったら、すごい泣いてた。ね,ねもう横浜のね、伊能もワンポイント出てきて泣いてるしね。ねね選手、あの気持ちわかるわ。え、ね、でも泣いてる意味が違うでしょ、うん、いや、あの、悔しき泣きしてんねあ,あ、悔しい。横浜の子は、ね、横浜の、ね、若い子多いから。で、悔し泣きしてんのを見るとね、うん、あ、俺らも僕が初めてね、あの、優勝争い黄金期のセーブとやったあの時思い出したもんな。うん、あの、岡本�美監督の時に、もう号泣してたもん。はい 高校野球でもそんな泣かんかったのに、うん、あの、選抜で負けた時だけしか泣いてないのに、はい、プロ入って何回泣くって、うん、もういじめられて泣き、はい、便所で泣き、はい、ほんでやっとレギュラーつかんでホームラン23本打った時に優勝争いしてて、阪、はい、球と。はい、負けたらやっぱ大物泣いたもんな。 若いし。だ見てたらね、うん、もう横浜のベンチで泣いてる子いっぱいおる。ああ、そうですね。あい来年強なるで、横浜、<え>また。だから結局何によりも変え難い経験をしましたよね。うん、そうそうそう。で、まあ昨日はね、はい、もう夜中なんかもう3連休やし、うん、まあそんな中洲も空いてないやん。うん ねもう、その、天神いうとこに泊まったから。繁華街ね。う繁華街でももう、何や、一人でなんか疲どっと疲れてラーメン餃子な、定番食べて、はい。ほんで、もう悪酔い用意して、うん。で、大阪帰ってきたら、またホテルでサウナ入ったら、うん。今度テレビつけたら、あの、スカパーで、はい。阪神のキャンプやったんよな。<laughs> すごいわ大阪の人は日本シリーズやったことすら知らんのちゃう <laughs> いやだってスポーツ新聞見たらほとんど日本シリーズ出てへんし昨日の一面は、うんえー、スポーツニッポンさんはセレッソー初,あの初タイトルですからねなあ、はい、いやいやなんだ、何度か来てな、うん、あれ、多分関西では日本シリーズ行われてんの。<laughs> 知らんのちゃうかなそれでもやっぱりテレビの視聴率とかを見たら、関西やっぱ高かったですよ。焼きのみ15%ぐらい行ってましたから。やっぱりそうかな。まあでも新聞はね、もう一名半、半身ばっかりやから。いや、そうですね。大山作声的なやつとかね。そした大山何したんやろ思ったら、とりあえずロングティーかなんかでさ。そう、ディアネットを超えたっていう。昨日なんかほんだらそれにね、あの、全監督や関本が解説してねえからな。 じゃあの、練習紅白戦を。そうです、そうです。すごいわ。それ聞いてたらもうんや。この人まだ監督気分やな、思いながらな。そう、監督でこうな。ええ。もうおもろいわ。でも野球が終わってしまったから。いや、なんかでもね。ようやくね、野球がもうすべて終了したから。あとはあの、WBC がまたあるけど、プロ野球ニュースも終わってしまったし。 ようやく金村義明のええかげ生が、明日から始まんねん。もうほんまにええかげ生にせぐらい長かったですよ。丸1か月、野球で、だって1回か2回ぐらいはね、あるんですよ、放送が。そうやな、見事に。見事にこの台風の影響もあったし、クライマックスとこのね、日本シリーズで、見事に飛びましたけど。いやまあ、でもいいじゃないですか、11月7日。 <お>え初日金村さん言ったも、MBS ラジオでは初冠番組じゃないですか、ねね、金村佳明のよいやいや、全部の中でもそうじゃう今までやうそうか、金村さん、そうか、さすがに金村佳明のってタイトルついたことはな,な,い,な,い,ない。 ない、ね、もうこれはこれはもうすごい、ね。いやいや、もうそんなもうない、もういつもあの隅っこの方にね、何をし有限会社金村企画ってこう書いてあるだけで, <laughs> でもね、昨日もラジオ祭りもやっぱ、うん、本当、あの前はカレンダーのサイン会、この間、昨日金曜日もね、あのカレンダーのサイン会だったんですけど売れてるらしいやんかいやそれがもう来る人来る人がんな<う>金村さん聞いてます、金村さん聞いてます、<う>金村さん聞いてます。 うわ、来たら俺刺されんのかな思ったら、握手して言われて、手出して、もうびっくりした、もう。俺刺されんのかな思って、ほんだ全然知らんやつやって。はい。う番紙対応できひんわ。構えてしまうもん、俺もう。何やって。いや、ラジオ聞いてます。たありがとう。 いやいやいや、でもそれは自分神対応じゃないですか。いやいや、神対応ゃん。あの、ラジオ。さんまさんなんかエグい神対応らしいからな。すごいですよね。あ本当にすごいですよね。いや、日本シリーズでもね、上行くとね、あの、記者席から通路抜けなあかんねんけど、そこにファンとか、あの、色紙持ってまっとうんだはいはいはい。あんな俳優たら誰でもええねん。うん、いやん。誰でもええから誰が来たらやってもたろう、いうような。そんなんでけへんやん、いちいち、そんな。あれもさ、意外としてますよ、でも。いやいちいちでけへんもん、もう。 新大阪にもおんねん、土曜日とか、絶対俺待ってへんのにね、誰かおるやろって、お前、俺ちゃうやろ言うたら、はいって、はい言うんかいって、ほな今、たまたま阪神が行ったとかな、阪神の選手はやっぱり、人は通路とかあんねんな、裏から飛バス乗って行くとかな、巨人の選手や。 ほら、もう、俺らはもう、自由へ処理で行くから、こう、もう、もらって、名古屋行きでも、もう、みんな来たら、うん。もう何で持ってんねやろ、あんなカードばっかり、山盛りに、うん。ああ、でもすごいじゃないパッと見た時に、ばあ、探しようね。なちょっと待って、<laughs> ちょっと待ってって、俺の探して、なかなか出てこえへんから。でも、持ってるっていうのがすごいですよね。すごいわ。何枚くらいそういう方々は常備してらっしゃるんいや、だってあのチャリティーも、もうね、はい、ずーっ そう、あれ、アルバイトしたないな、お金貯めて、銀行の封筒に入れてチャリティーいつも、<ー>タイガースの商品買いに来た子おったやんか。いや毎年。毎年。お<う>、まあ、それなかなかほら、選手のサイン入りバットとかユニフォームとか出回らないですからね、そのタイミングで。そう、ね。うん。誰とは言わんけどね、うん、中にはコーチでね、うん、ロッカーから選手の勝手に持ってネットで出してバレたやつおったな。<laughs> それは誰とは言わへんけど。<laughs> それ、いや、それ、犯罪に。犯罪やんか。それいや、多分<う>そんなことはないと思う。選手がびっくりしてたやんか。はい、俺のバットがネットで出とるって、<laughs> ええー、言うて発覚してやな。<laughs> いやー、そんなことはないんじゃないですか、いやいや、実はや実はですか、実は実は、そんな話がまた明日以降、いろんな、ええかげになしてるわけですよ、なんか事故起こさへんか、心配でな、大丈夫です、井上正雄がついてますから、正雄じゃあ、ちょっと収まりきらんとあるから思いまいます泉ちゃんにちょっと期待してんねんけどね、泉ちゃんもまあ、なんかあったら、多分助けに来るとまたゲストがね、もうこの1か月も待つとね、もう、バタバタやからね、まあスケジュールの調整が難しくなります。 そう,そうそうそう。えー、中身もどんどん変わっていくんちゃうから。いや,い,やいや、まあ言うても、あの、半年限定のね、<ー>番組ですから、もうやる方も聞く方も、リラックスして楽しんで。もしあれやったら、もう、うち嫁はんでも連れてこうかな。<laughs> お前ちょっと行くか、<や>奥さんも来たいしさ、ほら、金子さんも来てほしいしさ、ね。いやいや、あかんかん。あれはもう放送事故になってまうよな。<laughs> 金子さんと。いや、金子さん、金子さん聞きたいなと思うんですけどね。いや、それはもう宝塚があんまり出やね。出んからな。週刊加熱ポーズ。 何もの糸満屋プロ野球解説者、金村泰明さんとプロ野球、もちろんマ末のいろんなスポーツ振り返っていこうというところでございますけれども、さあ、やっぱり今週はもう日本シリーズ、ソフトバンクの日本一、2年ぶり8度目ということでございましたが、まあ結果的には本当、ソフトバンクの強かったなというところと、一方でベイスターズも大健闘と言っていいんでしょうかね、大健闘、ベイスターズにはもう拍手喝采やろ、ねえ、安心。 ね、まあでも14.5ゲーム差つけられた広島とね。う 本当は本当に言えばもう14.5ゲーム差もつけられたらもう日本シリーズ出たらあかんねんけどな <laughs> 本,当あ、ね、本当はやっぱり広島とソフトバンクのやっぱりソフトバンクがやってももっとあれぐらいの感動を呼ぶような試合はあの絶対、阪神が出ててもああなってる思うしそれぐらいやっぱり日本シリーズとか一つに夢中になってあのプロ野球選手がやるとええ、はい、ゲームできるということで筋書きのないような。 内川なんかがあんなホームランもね、うん、もうミスター長嶋さんの再来みたいな、いやいやしかも9回裏ですからね、そうそうそう、失投といえば失妬やけど、けどあんなピッチャー攻められん、ね<ー>ただ、横浜はやるたんびに強くなっていったと思うし、うん、で采配見ててもね、はい、ラミちゃん、すごいなとはあんまり思わんかったけどね、<laughs> ど選手がそれ、上回ってしまいよるから、うん、それぐらいやっぱりね、 集中力増すとね、うん、ああなっていくし、うん、で、もう後が、後ろも、後がないような戦いやんか。はい。うん、で、最後の最後にね、うん、あの山崎、なんで、なんで変えたんかな、思って、ね、あはい、そうですね、イタリ変えましたね。そうやね、か、かたや、ねうん、あの、サファテ。はい。すごかったで。すご、はいはい、かったですね。さえて、も帰ってきたらもう、ベンチ盛り上げて。てガッツポーズでしたもんね。いや、ね、もうお前ら行くぞーいうような、 うん、あんなサイニング投げてくれんねんからな。ねえ。もう日本来て初めてやいうぐらいの。そりゃそうやんか。もう監督泣いてたやんか。うん。もう、ええー、いうようなもう、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 言ってた現場ではね、ムードはもう、はい、ファンはものすごい多かったけど、はい、ソフトバンクの。うん、でも内容を見てると、うん、もう、あ、これは日曜日まで行ったら、もう完全にやられるな。三、うん、3連勝4連敗。あの、西鉄巨人、近鉄巨人。はい その次勢いんな思ったもん。うん、もうそれぐらいやっぱ勢い、もうバットの振りも違ってたし。はいはい、で、よくよく言うとね、柳田も故障上がり、うん、内川も故障上がり。はい でも疲れそろそろ出てきてたし、うん、脇腹まだ痛そうやし、ほんで,、ね、でもデスパイネも当たってないし、これはもうやられるな。うん、一方、横浜はやるたんびにもう元気出てきてるから。そうですよねお。まあ拍手やろな。ロペス都合がもう触れまくってましたもんね。でもあの、あの涙いうのはね、もうみんな、うん、一番のクワバラ、みんな泣いてたけど、はいはい あれ、タイガースの若い選手も出てたら、もう、ああ、なるんやから。絶対、あの経験がまたね、強くなるんやから。本当にそうですね。横山絶対強なるわ、来年。ということは本当にもう。広島は間違いなく強いわ、来年。い、ですね。巨人だけ何してんねやろ思って、今度、今度のドラフト見てもな。巨人はちょっとしばらくしんどそうやな。 まあその分、この後またお話出てきますが、タイガースはあのこの秋秋季キャンプね、うん、でその前からですけれども、ガンガンまた選手、追い込んでる感じありますもん、ね、そうそう、やっぱり秋季キャンプ言ったら、今まで体動かしてるから、体動くし、もう潰れてもええぐらいに鍛えるから、プロ野球選手で秋季キャンプなければこんな楽な商売あれえもん。あんまり春のキャンプ言ったら、故障したらあかんし、チームプレー、大なるから、開幕に向けてのやっぱりメニュー組むから。 ここに追い込む感じじゃないんですねうん、秋はもう追い込んで追い込んで、ふらふらに刺すような練習やからね。俺一回前の足つって、前、ふくらはぎ、太ももか。太ももの前つって、前つって水かけられて伸ばしてたら後ろもつって人間こんなあちこちつるんやな思って。ほんでどうなろうもう両足、両足前表裏後ろ、表裏つったら、息できんようになるね。はい <laughs> ああ、そうですか。もう,もう水ダーンかけてくれて、三宅さんいう。はいはい。あの、と<の>、あの,あのね、浦方さんからね、はい、かかはい。水かけてくれて、もう、んでそっからまだ走って帰れ、言われるからな。うわその秋のキャンプだけは、もうあの、プロ野球、この秋のキャンプなけりゃ、こんな最高な商売あれへんで <laughs> 思ってたのにな。<laughs> ほんでベテランはもう温泉治療やしな。そうですね。うん。 えー、金村さん、秋の秋キャンプ免除になったのはいくつぐらいからなるずっとや最後まで免除ならずですか西武の時だけ、えー、最後ベテランで西武ライオンズ行った時だけはなかった。ああ、やっぱり。うん、<ゃ>それまで大井監督の時はもう、えー、ずっと大井さんコーチでずっと秋のキャンプ行ってたやろもう30過ぎて。ほんで、優待する時はもう、はいお、彼も来年からもうベテランやからもう、 シュキャンプないな、みたいな新しい監督来て、うん、みんな横一線や。ええ、みたいな。 で、忘れもせんわ。ヘッドコーチがね、もう、頭デッドボール当たって耳から血流してた人が入ってきたんや。はいはい。もう、あの、ヘッドコーチでな。で、もう頭、もう当たって、もう命がけやったやろな、開幕の時に。で、引退した人はね、常に広島弁やったから、そのコーチやな。呼ばれて、部屋呼ばれて。若い時は、技術、体力はあるけど、技術がない。なるほど。 だから3倍練習生と。うん,うん、なるほど。う,うん。で30過ぎてお前年なんぼど言われて。うん、え、31かなんかやったらな、うん、30かなんか言ったら、まだまだひよこど言われて。うん、技術は上がってきたけど、体力で若いやつに負けるから3倍練習生、はい、あれ、ず、ずっと3倍言われてるわ、思って。ほんで、はっきの。 もう簡単に言うやんや、その、えー、もう、広島の地獄の練習をやってたよあ<ー>し人やから、はあ、もう、ロングティー言って、300キぐらいボールあんねんけど、はい、それ、もう、スタンドティー叩して、フェンス越えたら上がってええぞ。はい、そんなもん300球打っても、あ越えることあれやん <laughs> <laughs> 結局は3時間ぐらい打っとるな、思うて。 まだまだひよこどって、う、うん、え、でもそれぐらい追い込む練習は必要は必要なんですかそうそうそう。で、特別して選手みたいなの作ってね。ああ<ー>。中村のりなんかもう、あの、地獄の練習してたんじゃんあ、まあ。もうすぐアメリカンノックやって、足肉離れして、コー、指を押したらもう、切れて、あんな、いってるけど。 走れ、言うて。ほんで、外出禁止や、言って。えー、あいつなんか2年ぐらい遠征でも外出禁止やったんちゃうああ、そうですか。ホテルの隣のコンビニはオケー言って。ほんはうはうはで、ようやくね、俺が出て行ってレギュラー、あのーうん追い、追い抜くような格好になった時に、うん、本人が言ってたからね、うんはい、あのー、もう外出禁止といてもらっていいですか、っうて。うん、何の話じゃ、って。<laughs> その外出禁止にしたことも忘れてた。<laughs> ああ、そうですか。<laughs> そうそう。まあ、それぐらいね、あの、選手にとっては厳しい秋のキャンプでございますが、うん、えその前に金村さんはこのニュースどうお感じでございましょうかこちらでございます。さあ、大和はどこへ、中田は来るのか、うん、?FA 戦線スタート。 でございますさあ,あ日本シリーズが終わりますと今度は FA 市場がね、えー、にわかに活気づくわけなんですけれども、えー、フリーエージェントを宣言する選手はですね6日から土曜日、日曜日祝日を除く7日間球団に、えー、権利行使の意思を伝えるということなんですがさあ果たして、大和選手の流出を阻止することはできるんでしょうかそして早くから噂されていた中田選手は FA 宣言するのかというところでございます。 さあ、まあ、山本選手がどうやら、この手を挙げ、うん、えね、えー、タイガース以外の、球団の声も聞こえまじめ、初めてちゃうタイガースから FA して、よそが来てくれ,来てくれて、来てくれ、言って。来てくれ、来てくれ。あまあ、今までタイガースの選手で FA 宣言したやつは俺れけど、よそが来てくれ言って、言うて。ここまで望まれた選手は何人いたか。いやいや、おらへんやんか。うん。うんうまあ、あの、その意味では、 この山本選手に今ね、ねオリックス、えーうん、そして d n a あたりもね興味を示しているというふうに言われてまして、うん、d n a は倉本がおるから、やっても阪神があのー、条件いい条件出したら残るんちゃう 今、推定年俸5000万の、いわゆる B クラス、あの、B ランクですよね、の選手ということなんですけれども。まあ、あの、スイッチヒッターに今シーズンから転向してね。そうやろね。えー、今年のあの、スイッチヒッターを見とけや月ッも増えたんは、間違いなく、ヤマトがショートに入ってからやからな。で、しかも、金村さん曰く、このヤマトがスターティングメンバーの中に入ってるというところに意味があるという。そうやね。うん。うんま、北条には可哀想やけど、うん もう相当守備力の差があるからね。この日本シリーズ見て、今宮の守備見て分かった思うわ。うん、どんだけ上手い、はい、方強いし、はい、ここの三遊間からアウトにできるかいう、うん、彼ちっこいけど身体能力、高校の時150キロのピッチャーやったんやけな。で、パンチ力もね、それありますしね。マト、ね、の場合はもう、取ってからのスピードをね。うん うん、まあ、守備力は、まあ、菊池と創疫や、言ってもいいぐらいやからね。まあ、あの、うん、タイガースはもちろんこれ全力で、ね、あの、阻止、えー、ね、引き止めにかかるということなんです。だから年俸だけを、そのね、どんと上げたら、もう、残るに決まってるんのじゃん。うん。まあ、あの、こうなると、交渉になると、スポーツ報知によると、うん、え3年、今度は3億程度の条件ということに、えー、なるんじゃないかまあ、これはあの、オリックスが福田監督はじめ、うん、えこういった条件出してくるんじゃない じゃないいかというとうころになるんですけれどもねなるほどね、うん、まあこれは見ものやね、永田翔は FA しても取るとこないんちゃう,ああうん、や,やっぱ厳しいですか、それは厳しいでしょう、あ,ね、あの野球のスタイルは。うん ほぼ全力疾走はあんまりし,たせしないし、あれ日本ハムやから通用してるけどね。まあ今シーズンは特に厳しいシーズンでしたしね。あれ一回ね、あのー、まあ、尊敬する、私も尊敬してる、あの、ドラゴンズ時代の星野さんのもとで一回やらせてあげたかったな、野球。<ー> 中田翔といえども、顔の形変わる可能性あるからね。もう今、星野さんもうす今はもうそうやから、そんなもう今70超えとんのに。もう、若い時の、40、あの人39で監督になった。39年でしたからね。俺2回目の時の監督になった時に俺が FA で行ったから。うん。そのあたりは元気やったね、まだ元気でしたか。うん。そのあたりの時に一回一緒のユニホーム着させてあげたかったな。うん。 中田翔の人数変わる可能性が大いにあると思うで、ね、<laughs> あの野球のスタイルはね、日本ハムだから通用してるっていう部分がものすごい多いわ。一陣はなんか、阪神に来るがね、あの来るんじゃないかみたいな話もありましたけど、ーほぼ100%取らないでしょうこの状況になってくると、ちょっと厳しいですかね。うん、で、えー、そのほかのまあオフの話を見ていくと、そうあの松坂選手がね。松坂世代はねあのジャイアンツの 村田もそうやけども、だから今と、ちょっと厳しいところに入ってきてますよね、しょうがないでしょう、これ、プロの世界やから。まあ確かに3年12億。福岡行ったら、運転手さんがみんな詳しいからね、一、はい、級いくらになりますか、<laughs> いや、それはもう会長が、えー、OK と言ったんだから、もう誰も文句出えへんしなでもこれどうですかね、もう今、松坂投手を取りに行く球団っていうと、なかなかもう、これまた厳しいないない、もうそんなん、あるわけない。え<ー> とうここのままは。それはしょうがないよね。いね引退ということになるんでしょうけねただ、すごいの、孫さんがねうなげない、長い目で見てやってくださいって、うん、株主総会で言うんやから、オーナーが。松坂君も頑張ってますから、長い目で見てやってくださいって。はい、ねあの、城島の時思い出してみよう、うんうん、お前。不良再建言われてあいつ。<laughs> 契約1年残ってんのにやめたんやで。そうでしたね。厳<ー>しかったですね。通常のゼロ一回見したろか、言うて。うん、<ー>あのー、海外は、まあ、さらに、こう、契約面というか、条件面というのがね、こう、シビアになってくるんですが、うん、えー、マーリンズもイチロー選手をね、手放すということになりまして、ね、しょうがないでしょう。ね、うん、まあ、あと、メッツ、青木選手あたりのお名前も自由契約にということなんですが、これ、イチロー選手はね、ね、うん、まあ、まあ、まあ日本、この間飛行機でおったけどね。言うてはりましたよね。うん まあ最終的には向こうで気収まってくるのか、日本に帰ってくるのかというところなのかもしれませんがうな、うん、もうあの辺になったらね、もう全然違う、別世界の人間やからね。ね<え>うん はい、というところでございます。さあ、それでは改めてタイガースの話題というところなんですが、あ先ほどお話しあった通り、えー、周期キャンプがスタートいたしまして、えー、31人が参加というところなんですが、えー、とにかくまあ、大山選手、中谷選手あたりがね、うんえー、ガンガンと触れてきてるというところであります昨日、大山、紅白戦、俺もテレビ見てたけど、はい、やっぱりちょっともう一皮むけたね。むけましたか。うん。やっぱり軍抜いとんね。ああ、そうですか。原口も昨日ホームラン打ってたけど、まあ、ね、紅白戦やからね。う うん、まあまあ、その結果、うんうんとか打って当然のような選手やけども、はい、やっぱり原口、高山いうところは、ちょっと頑張ってほしいよな、そうですね、特に高山選手が今シーズン、非常に厳しいシーズンになりましたからね、うん、ちょっと迷路に入ってるような感じするもんな、ね、あの天才肌がなあの、そうですね、大山選手があのセカンドにみたいなお話もあったりしますけれども、も浅村二世的な、浅村ぐらいになれるいうような。 これ、どうなんですか、セカンドって、なんか非常にあの職人的なものが求められるイメージあるんで、ね、大型選手のセカンドもありえるんちゃうね<え>守渋はもともとうまいしね、ああサードもうまいし、はいうん、であとはあ、春口選手がね、もう一度キャッチャーで再チャレンジというお話ありますけれども。うん まあ、肩の調子がすべてってことになってくるんですかね、やっぱりね。そうや、ねうん、キャッチャーで勝負したいということやからね、うん、あれがキャッチャー行ったら、また打線は強くなるよ。打線強くなりますよね、うん、そうすると、またファースト含めて、空いていきますしね、あの余裕出てきますもんね。うん まあ、このあたり、あの、周期キャンプっていうのは、まあ、金村さんおっしゃるように体が動きますから、うん、あの、<で>結構。故障してもいいからね。で、異性のいい話題がやっぱりこう出てきますしね。うん、故障してももう十分治す時間あるからね。徹底的に追い,追,い追,い、ね、追い込んで追い込んで。追い込んで追い込んで。もう手なんかずるむけなってるんじゃう西岡剛ももう追い込んで追い込んで。 西岡選手もなかなかシーズン通して活躍したシーズンがないですから。これはもうこの世界はね、しょうがないわな。あと、うん、がないのは。 ね、そしてまあ、この C キャンプというところでね、参加というところだったりするわけですから、さあ、えー、まあ、あとはもう本当にあの、どういう選手をね、獲得していくかというところにもなってくるんですけれども、えー、他球団のお話も少し出ておりまして、うん、面白いなと思ったのが、日本ハムの栗山監督が、清宮選手に20歳まで恋愛禁止令っていうね、うん。<laughs> 面白い、ね、大谷も、大谷翔平も外出禁止しやったからね、何年外出禁止しやったかな、うんで、外出するんなら監督の許可がいる、はい、それむ、見事に守ってたもんな、ね<え>あんなもうね、おしゃれもほとんどしてないしな、ジャージしか着ないし、ジーパンにトレーナーみたいなんで。うん 年俸もおそらくほとんど手付かず,かづかずでしょ、うん、まあどうなんですか、今のご時世、逆にこういう育て方の方が、これはこれで良かったりするんですかね。うん、いや、まあ、それぞれの育て方やからね。うん、まあ、タイガースの場合はね、やっぱりそういうわけにいかんわね、うん、もう社長さんいっぱいいるからね、うん、もう、<laughs> うん、裏方さん返して連れてこいとか言う人もいるやろうしな。<ー> まあでも、この清宮選手とか大谷選手になると、そうもいかんでしょ官邸にも連れ出すわけにもいかんしっていうのもあるから。いやいや、それは選手先輩とやっぱり飯もそれは行くやろうしな。うん。ただその 阪神独特やからね、タイガースの場合は。うん、この阪神会、会話、一応、この関西圏での社長さんたちは、独特の文化やからね、うん。いわゆるこう、谷町さんと言われる人たち。<ー>うん、タイガースの大ファンの人らはね。だからもう、あの、誰やな、ピッチャーでも、まあ選手でもな、一応ちょっと、うん ドライチがあんまりこう出てく、こうへんしな。タイガース独特のもんや思うけどね。うん。オフなったらやっぱり裏方さんがサイン会行くような気団あれへんからね。裏 <laughs> <ー>方さんサイン会行ってるんですか裏方さんやらあの、スカウトでも、スカウトの人がキャンプ地で、あのー、まあ、あ今 <laughs> あのー、ご馳走してくれるファンの人とかおるしな。ああ、もうたっんり他球団ではもうなかなか。ああ、もう,もう考えられない。うん 考えられへんで、そんな。までも最近でこそですけど、随分とそのあたりも厳しくなってきたんじゃないんですか、タイガース。いや、知らへん、そんなん中身はうん。厳しくなろうがなる前が、そんなんは関係ないからな。自分の責任やから、自己責任で人と付き合いせなあかんからね。ねえ。まあ、結局でも今の時期に、こう、どれぐらい頑張るか、頑張らないと。マスコミもね、うんこの関西のここの局は、みんなもう、阪神一色やしね。<laughs> まあそうですね、もう阪神一色やんか、うんお、その選手たちが東京行ったら誰、誰って言われるような世界やのに、阪神、うん、一色でもう十分、十分賄っていけるみたいなね今、うんうん、それこそ、でもソフトバンクの選手とか、あの日本ハムとかに行っても、やっぱり地元での愛はなかなか強いんじゃないか強,強い、それはもうソフトバンクなんかすごいよ、桁違いのもう、資金力と。 そこには、それこそそういう面倒を見てくださる人たちっていうのは、<う>九州は九州で、手厚いような感じはするんですけどね。おそはいるよ、もう広島でも、<う>う北海道でもな。ね手厚いような感じがあるんですけれども。うん ねえー、あそれから、えー、西武の、えー、ごめんなさい、松井一夫選手をねどうやら、うん、あの西武が高知県人で獲得するんじゃないかというとこと、ねまあ、二重生活してたからね、あ<の>家族はみんな東京やし、弟分でもありますけれども、も<う>まだ42歳。家族は東京やしね、うん、ゆくゆくはまたあの星野監督が言ってたからね、一、うん、夫は監督にさせたなんかって言って、うんうん、星野さんが、まあ、でも星野さんもすぐ忘れるときあるからね。<laughs> うん レシーやあれが多すぎるからね,ね、うん、でも、あの本人の中ではまだもうちょっとコーチだけじゃなく、プレイヤーとして頑張りたいって思いがあったんでしょうね。あるやろし、東京やっぱ子供らと一緒にね学校行ってるからね、うそういうのもあるしね。ね、うん、まあ西武に帰ってくるということになってくると、また西武自身が面白くなってきますよね、ね面白いこれ、ね。 う今年のあれ見ても分かるように、野球がなくなったら、本当、がっくりするなでもやっぱり、今回の日本シリーズね、ソフトバンク、ベイスターズで、まあ、どれぐらい皆さん、興味あるんだろうということだったんですけど、蓋開けてみたら、うん、まあやっぱりナイスゲーム続いてましたし、うん、やっぱり野球面白い一喜一憂するっていうの、ありまそれは横浜なんて、球場に、ね、そうお客さん入れて、2万何千人入って。 歌もすごかったね,ねえあの館内あたりその駅があるあたりすごかったんでしょあの,あの場所がまたいいからねねえ また俺も最後のあの大魔神で月打ったのが何回で出たか38年ぶりの日本一打ったのと18年ぶりの日本シリーズ出てるからあ俺も最後、あれ西,西部日本シリーズで月打ったのが18年前か思いながら見てたもんな懐かしの映像とともにんで引っ張らなかったんやろ思ってなもう花から大魔神という名前に負けておっつけに行ってたもんな。 引っっ張てればいやあど真ん中やのにな。あうんというのは裏話すると俺、あの時はもうジャンパー来てもう用意してたわけよ、うんその前の阿波のはいチームメイト、元チームメイトが中継ぎで来た時に高木大成のとこで俺やと思って言われてたわけ、土い引っ張って金用意しといてくれって言って、また東野さんがもうええって言っで大成、そのまま行って三振して。 これ金悪いって、うん、次、大ジに来たらって左のカーダが振ってたんで,、はい、んで俺はまたまた今年も日本シリーズになったらあいつ出しやがれへんって監督のな、あの誰やったかもう名前も忘れたわさっきポルト東尾さんやけどなその前の年になったらお前若いやつに経験させちゃってくれ言って、はい、もうええ加減にしてやー言って、うん、全国ネットで俺金村、ここにありの。あの 前,前年は、うんえー、野村、ヤクルトとの日本シリーズやのに,、うん、にもうあっちこっち電話しておい、一打席目見とけよ言ってもうニュースでも5番、ファースト金村出てんのに前の日に明日若いやつにチャンスやってくれ言って一軍で一回も出てないやつ出すんや出ることあれんやいやそのあたりの悔しい話は明日の絵描きせいでほんまに FA2 世と。 フルスロットルでフルスロットルで,ルトルでもう始末書覚悟で行くわ明日あのマサオにきっちり言誘導します始末書覚悟もうわかりましたポケットに始末書入れていったらえー、そんな番組宣伝僕かねて6時から十八時から週刊カレスポーでした辞表入れて